負けたんですけど、うん、今回一滴も出なかったですね。一滴もね。一滴もね。うるっともしなかったです。汗だけはどんどん出るんだけどさ。涙。うん。うん、お、あ、来たぞ。バーニングローの入場です。なんだっけ、どんな歌だっけ。肉食べいこう、サーシア、おーです。アルビロース、アルビスネ、ヒレ。え、そんな部位のいいこと言ってるんだ。はい、めっちゃ言ってますね。肉料理めっちゃ言ってます。ほー、それは美味しそうな歌。いや、この LED ジャケットすごくね、可愛い。お揃いのコスチュームで入場してきましたバーニングロー、ね、暗いといい感じですね。いい感じだね。ほら、あ、かわいいかわいい。いいね。でまたね、このねサイズ感がねちょっとゆるっとしてるのすごいかわいいなって。うん、北海道の漁船みたいうちらは思ってます。なんだっけなんだっけ、イカがなんか釣るやつだっけ。そう、イカ釣るやつ。暗いところであんな感じでなんかこうピコピコしてるところにこうイカが寄ってくるんですなるほどね。なんか北海道の漁船、せやさんいるしねせやさんはもう釣られるところが来ちゃってる、うん、これハラミ好きだ。うん、ハラミ美味しいね。ハラミ美味しい、うん、焼き肉食べたい。食べたいね。チャンピオンのアジュールレボリューション。試合に先立ちまして、チャンピオン雪ひまやセラリサ両選手よりチャンピオンベルトの返還です。ロースは俺がもらいます。ダメ。引き分けの場合、王座剥奪となります。ロースは私も欲しい。焼肉イベントいいかもね。そうですよ、やりたいって言ってて、うん、みんなで焼肉を食べる会みたいな、うん、ちょっとそれも計画はしてるんですけど、ね、うんうんうん、はい、いいじゃんいいじゃん、うん、ね、みんなで美味しい焼肉を食べたらみんなで幸せになれる。そうそうそう、うん、ほっかほかになれる。はい、焼肉食べた後のさ、あのお腹のあったかさがすごい好きでさ、うん、ほっかほかになる。俺はホルモン。ホルモン。フィンランド主催リボンタック選手権試合、30分一本勝負を行います。アジュレボさんがアジュレボさんとして試合するのって久しぶりしたかな。アジュールレボリューションですか。うん、そうですね。絆トーナメントがあったから、うん、そうね、なかなかこう、うん、でユクさんがいっぱいいると思ってるから、どうしても、うん、ねっていうのもあるだろうし。ジェリちゃん緊張してるな。あ、よくわかりましたね。うん、顔が緊張してる。ジェリちゃん、これ何回目のタイトル持ってたよね。なんかデビューまだ2年未満だけど結構してるよね。これ最初にしたのが下克上のタイトルマッチ、うんうんうん、そして、ユキさんのタイトルマッチ、うん、3回目か、3回目か。タックは2回目、うんうんうん、またバーニングローの2人は直前にさやさんがゆきさんとシングルのタイトルマッチをし、うん、その前にはジュリアがタイトルマッチをし、うん、タイトルマッチ続きだね。続きましたね、うん、よ、いい女だって。よ、ありがとうございます。で言いたくて、うん、今まではバーニングロー行くぞーだったのが、うん、ウーバーニングに変わった。そう、浸透していけばなと。そうね、うん、浸透させたいね。させたい。美人とイカしかいないどういうことリング上に美人とイカしかいないどういうこと。イカじゃないよ、もう提案だよ
そろそろ。まあ、確かにさやさんはね、元ヤン疑惑もありますし、うん、怒り棒もだいぶ浸透してる。人間に元ヤンタッグ。え、ジュリちゃん元ヤン？わかん、まあ、ユキじゃないと思いますよ、別に。ちょっとヤンチャしてたぐらい？ヤンチャもしてない？多少はそういう時はありましたね。マジ？まだ若いしね。バーニングローはお互いのコスチュームの色のコンローを入れてきたんだよね、はい、そうそうそう、なんですさやさんが緑で、ジュリちゃんが赤で、これってこっちこっちこっちこれほんとかわいい。ほんとですか。でももう今日これ終わったら外しちゃいます。そうなの、ラストコンローすごく似合う。しかもさやさんと一緒につけに行ったでしょ。そうなんです。あ、つけに行ったね、雨に行った、雨に行った、そう、痛かったね。せやさんからジュリちゃんが泣いていたというリークが。そう、こうやって横になって向かい合うんですけど、向かい合う、ちょうど、うんうん、で、ずっと目が合ってて痛い痛いって言いながら、私プロレスの試合見てました。気をそらす、もっと痛い。ハードコアとか見てました。結構どの時と痛いからって。コンローを編むのがそんなに痛いって知らなかった。痛いって自分も知らなかったです。そうだね、ずっとチクチク頭皮をね、そう引っ張られて、うわあ、そう、あで、そういえばコスチュームはなんで赤と緑にしたの、はい、スヤさんがテキーラで、うんうん、メキシコカラー、うん、私イタリアのハーフなのでイタリアンカラー、うんうん、どっちも赤、白、緑なんですよ、うんうん、なので色を変えてみて二人合わせてやってみます。なるほどね、やっぱ皆さんの投げともものすごい、ね、コスチューム、焼肉とサンチュの色かと思った。そう、でもあの焼肉とサンチュの色、まあ、確かに、うん、それっぽい。あの柄の生地のやつは、うん、ちょっとバーニングっぽい柄の、あ、はいはいはい、あれを選びました。燃えてる感じの、うん、すごい地獄みたいな、地獄みたいな。まあ、クモの巣で絞り上げた。おー、いいね。ほんとにカットにキメロキメロキメロ。なんか最近そのトーナメントのセラさんしか見てなかったけど、はい、うん、そういえばセラさんって厳しい人だったんだなってすごいなんか思い出したね。体も大きいし、セラさんってなんか切れた時すごい怖いじゃん、試合で。でスマッチとか電流爆破とかもやっぱりやってるので、うん、違いますよね。おー、持ち上げられた、飛び出ちゃった、飛び出ちゃった、新幹線やった。迫り寄ってくる膝が恐怖でしかないんですよ、もうなんか想像するのに、その瞬間で避けれない、セラさんの攻撃って、うん、なんかなんだろう、時が止まったようなファッドンみたいなのが多いから、うん、なんかすごく、うん、なんかね、ほらこうエルボーをされてニヤッとするところとか、笑いながら糸を殴る、うん、すんげえ。ね、そんなエルボーは肺を破れるわけだからね、うん、それを首にもらってるのが、ね、もうだってもう首なんてさ、うん、もう人間が生きる上でかなり重要な部位だよ、顎とかに入ってこのエルボーがいきますよね、顔が痛くて、あー、何が痛くて、びっくりやつ、あ、この
の重いんですよね。体が大きいってすごいな。まさかジュリちゃんは今デビュー2年目です。はい、1年8ヶ月ぐらいそのぐらいですかね、でもね、やっぱさやさんの存在が大きいですね、私は。焼肉集合があってよかったね。いや本当に集合してよかったです、集合してよかったです。それがなかったら、そう、2年目はまだタイトルマッチとかやるつもりはないって思ってたので、まあできるチャンスもね、みんなになんかさ、チャンスって本当になんだろう、こんな言い方したらよくないかもしれないけど、平等じゃないと思う、チャンスって、ね、本当にチャンスはチャンスだ。それが来たの確かに、やりたくないとすら思ってたの俺。そうなの。タイトルマッチまだもうそういうあれじゃない、私はタイトルマッチとかっていう器でもないし、おこがましい的なことを思ってたもんね、思ってましたね。ねえ、ジュリちゃんの伸び方ってとてもすごい。いや、本当にそれはさやさんのおかげなんですよ。考え方がこうやっぱいろいろ変わったというか。へえ。ああ、顔面入ったね。なんかもうおでこやばグリって感じだね。おでこグリ。ゆきさんのスカートについて結構コメントが来てるんですけども、個人的にはこれちょっとギリシャっぽくてかっこいいなと思ってます。あ、って言ってもギリシャの女性ではないか。私のそのギリシャの戦う人ってなんか男の人スカートみたいな、そうですね、あんな感じだ。しかしてスクールボーイ、ここでマエストロ、おっしゃー、決められた、これが決まっていればバンソーピック後頭部に思い切りが一発、これ勝ってもらえる。多分ね、ちょっと飲んだら今日、すぐ。だって料理試合してアスパして、昨日のイベントも二人ともちょっと飲んだらやばそうだねって言ったら案の定やばかった。やばかった。結構酔いました。ジュリちゃん酔うと面白いけどちょっと面倒くさいよね。私そうですね。どうなんですかね。以前一緒になった時は、ああ、本当ね、あの時はすいませんでした。面白かったけど、やばくはなかった。やばくはなかった。あ、本当ですか。ちょっとめんどくさいぐらい。ちょっとめんどくさい。愛さんは優しいからそうやって言ってくれるけど、激しい運動してから飲むのはやはり良くないねと、フォローしていただいて。いや、さやさん大丈夫かな。さやさんで。ちょっと様子見に行く。アフターパーティー。見て、うわー、低いハイキック。カウンターのとこ。いいね。いけいけいけ。カウンターのとこ大好き。大好き。うん。ミサイルキック。いいね。綺麗に決まった。
けいけいけいけ。お、テキーラショット、決め、あー決まれば。こんな重力に逆らう攻撃を言うよ。いやー、二人とも捕まった。ダブルでサイドバスター。くわー、でもサイさんがだいぶ辛そう。うん、いやー、やばい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 、スラムいっぱい、いけない。おお、ブランマエストロ、これが決まったか。ああ返された。ブランマエストロが返されるなんて。ダメだダメだダメだ。そしてジュリちゃんも2年目にして初の体感、うん、だね。本当ですよ、まさかと思ってたので。すごい、カメラも湧いている。おお、パチ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 、すげえ、頑張った。この世代は初めての、あ、ベルト。そうだかもしれない。さやさん以下は初めてだ。うん、そうですね。うん、これはちょっと若手にも希望が出てきたんじゃないですか。いや、本当に良かったです。ねえ、いや、でまたこうやってね、なんか